どうやら200段300段あるんかね。さあ上がろう。よし、上がるでしょう。最初から上がるんだね。じゃこれ942段もあるかこれ。死んだ。まだかいね。これ138だ。138だ。いらっしゃるかね。いらっしゃらないけどね。上がろう。はい、到着ですか。はい、ありがとうございます。250万。大変。
からか。ほな降りとくか。やっぱり30分かかってますね。ほらほら。降りるは20分ぐらい降りるか。20分で。重装備だってなんやかんやいっぱい荷物持っとるもんでね。重たくて。この最後の階段がまあきついね、これ。257あるんだけど、きついわ、これ。奥が見えないもんでね、余計きついんやって。ああ、帰りは楽や。これ石の階段を見に来るだけでも値打ちあるね。すごいこと。階段マニアにはたまらんねえな、これ。こんなんですよ、ここ。こう左に曲がってますからね。あの、踊り場の後は左ちょっと曲がってますからね。で、これ下はずーっとこうまっすぐ行って、見えないんですよね。上から下見たらね、階段ちょっと下ってみたいなと思うね、これ。思いますね。これまだ下見えないやからね。わ、これいいね。これはいいわ。この階段の曲がり方すごいね。いいね。右左曲がってね。ほら、最高や。で、これが踊り場までまっすぐやろ。もう基本的に古墳のね、周回はずっとやってたんやけど、もう今回で終わったんで、周回するのね。今日でもう最高でございます。まあ廃所ぐらいもあるけどね。まあ記念する日でございます。ああ回りましたよ。随分回ったね。大型古墳がほとんど回ったか、近畿は。ああ見えない、ここからは。あら見えないか。これはもう一段、もう一回やね、これ。もう一段降りて、これは誘われるね、この階段見ると。すごい階段でございます。いやー、これでね、古墳の周回全部ね、今日で終わりですから。いやー、大変でした。もう1年ほど前からね、この春日の宮、春日の宮天皇妃陵かね、1年、もっと前かな、1年半以上前か、ぐらいにね、リクエストいただいて、何回か行こう通ったんやけどね、どうもね、車のナビで山の中やから、ちょっとね、来れなかった。ほんで、去年何回かトライして、1回、上から1回、下から1回、あと前回が下から1回、前回もあの藪がね、入れないいうことで残念したんですよ。今日はね、それをね、打ち破るほどね、いい情報をいただきまして、田中さんからね、あの藪越えたら道あるで言って、あれ聞かなかったら来なかったんだけどね。もうやめて終わりにしたかったんだけどね。ああ、はははは、降りてきましたか。これですからね、250段ほどありますけどね。